さてと、ロバーツ主任からの依頼が入っていたな。ええ、早速受付のランフィーさんに取り次いでもらいましょうか。おや、翔くんは。リーダー市長、それにマリアベルさん。今日は IBC の方にいらしていたんですね。ああ、銀行での仕事が随分溜まっていたのでね。ベルに手伝ってもらいつつ、ついさっき一通りの仕事を済ませてきたところなのだよ。皆さん、こうして顔を突き合わせるのもなんだか久しぶりですわね。エリーも元気にしていたかしら。おかげさまで先日支援課も再始動したところよ。どれどれ。ちょっとベル、健康状態は良好のようですわね。この柔らかく温かな感触、死体の下に確かに感じるしなやかな筋肉の手応え、いかがわしい言い方をしないでちょうだい。ところでロイドさん、私に何の断りもなくエリーにちょっかいを出してませんわね。会っていきなりそれですか。ロイドさんは危険人物ですし、定期チェックは当然のことですわ。もしそのような行動を取ったことが発覚した場合、分かっていますわね。警戒されてるね。もうベルったら。やれやれベル、せっかく久しぶりに会ったのだから、もう少し自重したまえ。改めて久しぶりだね諸君。新メンバーのノエル君とワジ君も馴染んでいるようで何よりだ。特務支援課の再始動、この場を借りて祝わせていただこう。その説はどうも。支援課への推薦の件、改めて礼を言わせてもらうよ。動力者の支給の件もありがとうございました。あんな素敵な動力者を運転できるなんて夢みたいですよ。君たちの役に立てたなら幸いだ。私も新市長となった甲斐があったというものだ。市長と IBC 総裁、この2つを両立させるのはなかなか難儀だね。まあ、お父様の場合お忙しいのはほとんどご自分のせいでしょうけど、何でもかんでも引き受けてきて手伝わされるこちらの身にもなってほしいものですわ。すまないベル、クロスベルのためを思うと手の抜きどころが分からなくてね。ついつい身の丈以上の仕事を引き受けてしまいがちなのだよ。おじい様もおじ様のバイタリティには感心していらっしゃるみたいです。彼のような若い政治家こそ今のクロスベルに必要なのだと、よく嬉しそうにおっしゃっていますよ。大先輩のマクダイル議長にそう言われると照れてしまうな。とはいえ、私も政治家としてはまだまだ駆け出しの若造だ。まだまだいろいろと勉強させてもらわなくてはね。ああ、お父様、そろそろ新市長ビルの方で打ち合わせのお時間ですわ。おっと、そうだったか。それでは諸君、私はこれで失礼させていただくとしよう。すみません、なんだかお引き止めしてしまって。いやいや、そんなことはないさ。おかげでリラックスできたよ。何か困ったことがあったらいつでも言ってくれたまえ。他ならぬ君たちのためなら惜しみなく助力させてもらうよ。ありがとうございます。
おじさまもベルもお体にだけは気をつけてください。ありがとう、エリー。それでは失礼させていただきますね。お疲れ様でした。やっぱり相当忙しいみたいだな。月末の通商会議も迫っているし、分刻みのスケジュールなのは間違いないと思うわ。昨日の動力者といい、僕らのためにいろいろと手を回してくれてるみたいだしね。ああ、忙しすぎて体を壊さないよう気をつけてほしいけど、とにかく今はロバーツ主任の仕事を引き受けるとしようか。はい、受付の方に取り継いでいただきましょう。ん？特務支援課か？私に何か用かい？はい、実はアシュリーさんに伺いたいことがあるんです。元武器商人としてのあなたに。ふーん、なんだい？サオたちが本格的に動き始めた件についてかい？さすがにご存知でしたか。多分それとは別件だとは思うんですが。赤眼、赤毛の異常部か。心当たりはありませんか？裏社会に属する男なのは間違いなさそうですが。該当しそうな奴だったら何人か心当たりがある。だが今この状況でクロスベルに来るとしたら。そんなにヤバい心当たりがあるのかい？さてね。ただ私の想像がもし最悪のケースだった場合、あんたらの手に負える相手じゃないのは間違いないだろうね。そこまで？やはり良兵かテロリストあたりですか？さてね。もしその男だった場合、一応こちらも付き合いがある。ペラペラ喋るわけにはいかないさ。でも良兵ならともかく、テロリストなら放置できません。いくらクロスベルとはいえ、テロ行為を罰する法律はあります。最低限の情報だけでも教えてもらうわけにはいきませんか、ロイド。悪くない。ガイの弟だったか。いい目をするようになったね。アシュリーさん、兄貴と面識が？今じゃダドリーあたりもたまに顔を見せるが、当時旧市街組んだりまで足を運んでくる水強な捜査官は奴くらいだったからね。面白い男を亡くしたもんだよ。あのバカに免じてこれだけは答えてやろう。私の最悪の心当たりはテロリストってわけじゃない。ただ人食い虎みたいな危険な男ではあるけどね。人食い虎。やれやれ、最悪の相手じゃないか。まあその男かどうかはまだ決まったわけじゃない。あんたたちが見た男ってのは一人きりだったんだろう。奴なら大抵
部下か連れが同行しているはずだからね。そうなんですか。となるとやはり軍隊関係者ですか。ここまでだ。これ以上は自分たちの力で迫ってみるんだね。わかりました。情報ありがとうございます。年と言ってんな。そうだママ、昨日届いたブツ荷ほどきしなくていいのか。ああ、この天気だし急ぐことはないだろう。それよりジンゴ、あんた昨日町に出た時変なやつを見かけなかったか。変なやつ？そんなのいっぱいいたぞ。バカンスルックの若造とか、山ほど買ってたシスターの姉ちゃんとか、あのワジも変なやつだしな。そっか、ならいいんだ。まあ気にしすぎか。もしやつが来たんだとしたら娘も連れているだろうからね。交換やナインバリ、さすがの迫力でしたけど、はぐらかされてしまいましたね。まあ、ああいう業界には独自の仁義があるはずだから、あそこまで教えてくれただけでも感謝しましょう。そうだな。それにしても人食い虎みたいな男か。テロリストでないとすると両兵の可能性が高そうだけど。まあ、両兵の場合一人ってのはちょっと不自然だけどね。そのあたりも含めて課長さんに報告しておけば。ああ、そうしよう。両兵関係ならランディが何か知っていそうだけど。まあいい、今は残っている支援要請を片付けよう。待てや、こら。あ、バルドか。この人はサーベルバイパーというチームをまとめている人だけど。バルド、どうしたんだい。あんまりチームの方にも顔を出してないそうじゃないか。うるせえ、俺のことはどうだっていい。それよりもてめえ、サツの犬になりやがったらしいな。どういうつもりだ。ああ、どういうつもりも何も、テスタメンツのみんなは納得してくれたし、他の誰にも迷惑はかけていないけど。てめえ本気で言ってんのか。この俺様とバルド・バレスと決着つけずにチームを抜けようなんざ許されると思ってんのか。ああ、バルド待ってくれ。そのこれには事情が。せえ、ガイアは突っ込んだろ。ワージ、てめえがどんな狙いで札に入ったのかは知らねえ。だがな、
まさか五体満足でここから抜けられるとは思ってねえだろうな。困ったわね、バルト。おい、ワジ。いいから任せて。ねえ、バルド。ひどく当たり前のことさ。テスタメンツにしろ、サーベルバイパーにしろ、ずっといられる場所じゃないのは君にも分かっているんだろ。何？僕がテスタメンツを結成したのは、ここで好き勝手をしていた君たちへの抑止力になるためだ。だが最初はひ弱だったテスタメンツのみんなも成長した。僕一人が抜けたって君たちに対抗できるくらいにね。僕の役目はもう終わってるのさ。てめえ。そしていつかきっと他のメンバーもチームから巣立っていくはずだ。モラトリアムの季節を卒業して自分だけの道を見つけていく。僕はそう信じている。ワジ君。君たちサーベルバイパーも同じだ。乱暴者は多いけど、マフィアの誘いに乗らないだけの気概と根性を持っている。だからバルド、きっと君も道を見つけられるはずだ。まさかてめえがそんな甘っちょろいことを抜かすとはな。もういい、それ以上喋るな。てめえはこの聖域を汚した。絶対に許すわけにはいかねえ。そうかい。おい、ワジ。ロイド、手出し無用だ。この怠慢は僕一人でケリをつけなくちゃならない。そのくらいは分かってるみてえだな。徹底的に叩き潰して地面に這いつくばらせてやる。そうすりゃてめえも少しは目が覚めるだろう。おしゃべりは終わりだ。ああ、これはバルト、本気で行くよ。てめえ、かかってきなよ。エニグマ駆動。やれやれ。はあ、やれやれ。覚悟はいいか。ストライク。行くよ。さて、バカな、ありえねえ。てめえ、まさか今までずっと手を抜いて。ランディじゃないけど、今のはちょっとした反則技さ。でも今日の君には手加減抜きで行かせてもらった。これが僕が見せられる最後の誠意さ。わじ、てめえ。さよなら、バルト。この2年
結構楽しかったよ。ふざけろ、絶対に認めねえぞ。てめえ一人抜けるなんて認めてたまるかよ。マジ。ワジ、ワジ君、そのみっともないところを見せたね。ちょっと僕らしくもなく熱くなっちゃったかな。いや、なんていうか男なんてそんなもんだろ。男の子の気持ちはちょっとわからないけど、あなたが彼に誠意を持って向き合ったのはわかったわ。いつかきっと彼にも分かってもらえると思うよ。そうだといいけどね。時間を取らせた。残りの支援要請を片付けよう。